さあ、有吉弘行、サンデーナイトドリーマー。私が有吉弘行でございます。7月も半ばですかね。今日は暑かったですけどね。まあ雨がなかなか収まらないから大変ですけどね。うん、今日はね、島田秀平さん、はい、いらっしゃいます。はい、怖い話しに行きます、うん。安田さんも怖い話がね、意外と得意でね。まあ、そうですね、一つのがありますね、うん。あれはどうするんですか？なんか、怖い話っていうのは、実体験に基づく話が多いんですか？実体験、そうですね。だ実体験があって、うん、そこで、ここでこうなったらきっと怖くなるんじゃないかなっていうことを、ちょっとないかって聞かれたんで、うん、ちょっと喋ったりしたんですよね。うん、だからちょっと作るってことですね。まあそうですね。お化け見えたことないでしょ？ないですね。うん、そうなんだろうね。島田君はどうしてんだろうね。うん、なんか噂ではネットで、拾ってきてるって言いますか。それは僕はやったことないですけど。うん、どれぐらいが盗作になるんだろうね。話の何割使えば盗作だし、まあこれぐらいなら、まあ怪談話界では、まあ許容範囲だっていうのがあるじゃないですか。ラインがね。うん、ああ、でもあるかもしれないですよね。うん、そっちの世界だとね。うん、島田がうるちょるしてる、ね。ああ。今ネットで必死に撮ってきてるのと怖い話。そうですか。ちょっと楽しみですけどね。はいはい、まあ、そう、だからいろいろとちょっと、まあ、メール送ってきてほしいんだけど、はい、まあ僕は、怪談話は、まあないことはないけどね。お化けがね、出たんですよ。この間。トイレの扉を開けたんですよ。そしたらね、はい、中からお化けが出てきたんですよ。はい、もういきなり。で、あんまりちょっと驚いたもんですから、はい、ま、ドア閉めたんですよ、ゆっくり。そしたらお化けがね、はい、出たいんでしょうね、うんうん、ってやってくるもんだから、はいはい、なんかメッセージあんのかなと思ってさ、もう一回開けたんですよ。はい。そしたらね、蕎麦食ってんの。蕎麦だからさ、いや、ごめん、悪いね、はい、食事中に。はい、もう一回閉めちゃったの。はい。その繰り返しだと怖かったね、相当。っていうこと？階段と講談の曖昧だな感じ。楽しみだね。まあそうそう。一回ぐらい怖がらせてほしいなっていうかさ。はあ、そうですよね。せっかく話ね、してくれるんだ。なんかさ、階段話のライブってあるじゃない？ありますね。ああいうのってさ、うん、その、もう、空気感出来上がってんじゃない？もうまあ、それはそういういいことなんだけど。はい、はい、はいはい。お客さんも出演者も、怖がろうぜっていう一体の空気があるじゃない、うん、そうそうそう。だから、怖がりに行ってるからね。うん、いいんだけど、そうじゃない人たちが怖いなって思うような話してほしいなと思うんだよね。なんかその、うん、もう予定調和のさ、もうその仲良しグループの中の怖い話じゃなくて、うんうん、俺みたいな人を本当に怖がらせる人がいるのかなと思ってね。うん、稲川淳二さんなんて全然怖くない。あ、そうですか。うん、稲川淳二さんの怪談話って怖いなって俺震えたことないね。あ、そうですか。うん。ないね、今までで。本当にだから怖いのは実体験で、よくあるじゃない、その、なんかほら柴田理恵さんとかのさ、本当の怖い実体験。うん、なんかベッドの下に、ナイフ持った人がいたんですよとかさ、うんうん、本物の強盗がとか、うんうん、そういう話は怖いなと思うのよ、うんうん、だけど怪談話って怖いなと思ったらないね。お化け屋敷でもさ、うん、それは真っ暗にあんなしてさ、視覚奪われてさ、うん、ドバーンとかやればさ、うん、それお化けが怖いっていうよりかは誰かに強盗とかに乱暴されるんじゃないかなっていう怖さがあるから、はあ、いはい、ってなるけど、はい、お化けが出るから怖いってってことはないね。なぜならね、うん、お化けなんていないからいないんですよ、お化けが。Release so much stress. Now a variety program.
広域有吉。さあこんばんは、オートプロの真珠広島軍の怪談師軍人ロックス有吉弘行です。東京半蔵門から生放送サンデーナイトドリーム、アシスタントこちら、はい、デンジャラス安田です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、だからあれだね、なんかまたこれもちょっとこんなこと言うと怒られちゃうかもしれないけど、お化け詐欺で稼いでるやつら多すぎない？お化け見ます、お化け霊がついてます、ついてます、はいはい、まあくしくも小田無道さんはね、はいはい、見えませんでした、そんな除霊なんてできませんという告白がありましたけども、はいはい、ああやって年取ってもう死ぬ間際にああやって告白するんだけど、それまで口割らないよね、あいつらね、お化け見えますとかね。であとはもうあの妄想だからね、はい、自分の脳みそがそうやって見せてるだけでね、はい、無理やり見に行ってるだけだからね。お化けなんていません、霊なんていませんから、インチキ商売やめてくださいっていうね。島田入ってきますかね、この後ね。有吉弘行サンデーナイトドリーマー、今夜も最後までお付き合いください。Stay Night Dreamer Live on air Stay Night Dreamer Sunday Night Dreamer。 さあ東京半蔵門から生放送、有吉弘行サンデーナイトドリーマーです。はい、今夜のアシスタントデンジャラス安田です。はい、ゲストをやってきてくださっております島田秀平さん。いや、出づらいわ本当に。オープニングトークでお化けなんかいないんだっていう話をしっかりされた後に、これどんな今日トークすればいいんですか。どんなトークっつったってお化けはいないからね。いやいや、ちょっと今日発注としては、うん、もう僕は前回ね、占いという武器はもうもがれたわけですよ。そうだね、もう占い師じゃないからね、うん、今はちょっとたまにイベントやってるのはあれはしょうがないね、はい、昔から入ってた仕事残り日でやってるだけだから。残り日って言い方やめましょうか。占いはもうやめて廃業ですから。まあ僕はでも今占い撲滅アベンジャーズとして。そうだな、そうだ、そうだ。頼むよ。本当にスパイみたいなもんだからね。そうだね。本当最近言われますよね。お前はハッピーカウンセラーなんだろっていうね。そう。そういうこと。やめてほしいんですよ。なんか急になんか若者近づいてきて、ハッピーオーラー、ハッピーオーラーって言われて。いや、いいんですよ、だからそれで。まあまあ、それはまあ、だからまあ、とりあえずまあ、ちょっと僕は、ね。だけど一つ言っとくのは、お前なんかに人生のアドバイスできるほどの器はねえけどな。どうした急に。だから情緒不安定なんですよ。だから優しいのか優しくないのかはっきりしてほしいんですよ、あの人。こんな男に人生のねアドバイス受けたって何にも響かないけどね、そりゃ。それは瀬戸内寂聴さんみたいな人がね人生相談するんなら分かりますけども、はい、島田みたいに今までインチキで生きてきてね、そんなインチキ人生を送ってきたやつがじ人生相談したって何の、まあ強い本当強いの。だからずーっと。そうだよね。だから強いね。いや今日っていうか、僕は安田さんにもしっかりしてほしいんですよ。あなたレフリーなの、レフリー。あー、はい、そうそう。前回とかもう俺ボコボコ殴られてるのに。そうですよね。まあ占いはもうほら、はい、もう誰がどう見たってインチキなんだからさ。まあインチキというか、まあね、そのまあまあこう一つのね、よりどころというか楽しい気持ちになるっていう一つの武器ですよね。そうそうそう、はいはいはい、そうしてくれりゃいいからね。だからそれはまあほどほどにしていただくということで、はい、まあだから怖い話ですね。階段持ってきましたよ、怖いですよ。怖いの本当に。ちょっと今日はもうね13話、ちょっとそのタイトルの方ありますんで、ちょっと一回怖がらせてほしいよね。いやもう怖い話。あー、いろいろあるね。はい、これはさ、ええ、結構実体験に基づいてるもんがあるの？実体験もあれば聞いた話もあれば、あとは人間の怖い話も今日持ってきました、うん、人間の怖い話。はい、これはいいね。人間の怖い話は確かに怖い話はあるけど、うんうん、お化けは見えるんですか？見たことあるんですか？僕はね、霊感ないんです。ない。ただまず霊感って何？いや、もうそれはもうみんな普通に話してる言葉じゃないですか。もう水とかと同じぐらいの言葉じゃないですか。霊感って何？その霊を感じるという感覚というか、霊を感じる、はい、なんかそういう不思議なものを感じられるってことを霊感でいいじゃないですか。ここはそれって本当の病院でカウンセリング受けた方がよくない？ガチでそんなこと言い始めます？霊が見えるとかさ、まあちょっとどうかしてるっていう、うん、
まあ、診察ね、本当の、あの、なんていうの、あれ、神経系のさ、カウンセリングとかさ、はいはいはい、脳神経とか、はいはい、そういうののカウンセリング受けた方がいいんじゃない。だって、お化けが見えちゃうんだもん。だって、見えないものが見えちゃうんだもん。でもそれを仕事に僕は話をいっぱいしてるんで、そこそういう切り口で言われてしまうと、あ、かわいそうだねってなっちゃうじゃん、全部。ね、メール行かせてください。メールお願いします。ブラザーフットオブスティール。島田さん質問です。はい。なぜ、テレビであまり見かけなくなった芸能人や、友達が一人もいなそうなネットの人は心霊体験をしやすいのでしょうか。僕の周りに霊感がある人なんて一人もいない。不思議で仕方ありません。需要があるんだろうな、そこには。まあ、なんか、いわゆる、かまってちゃん。かまってちゃん、別に、だったらもう稲川淳二さん最高のかまってちゃんとなっちゃいますよ。いや、別にそのかまってほしくて、なんか、霊体験とか話したわけじゃないですから。なんかそれも楽しんでほしいエンターテインメントかなってことでちょっとこっちもやらせていただいてます。本当かね。いやただ僕嘘だもん。だって嘘つくんだもんね。嘘ってやめましょう。嘘はやめましょう。ラジオネームお松さんでした。ネットで怪談話を検索するとき、怪談、しょんべん、漏れるで調べているんですが、怖い怪談話に巡り合いません。島田さんどういう風に検索してるんですか。してねえわ。だから本当やめろよ、そのネットでこうなんかね集めてきてるみたいな話、一番良くないですから。お化けでは霊感っていうのだから、そのお化けが見たことないのにさ、はい、どうしてんの。あ、だからそんな僕でもあれこれおかしいなっていう体験結構あるんですよ。あ、そう。え、ちなみに僕お聞きしたいんですけど、お二人ってその霊感ってあるんですか。霊感なんてものはないですよ、当然。真っ当に生きてますから。別に霊感あるっていう人が真っ当に生きてないとかないから。え、実はね、はい、ちょっといいですか、うん、ある一つの質問に答えるだけで、うんうんうん、その人に霊感があるかどうか分かっちゃうって質問です。うーん、そうなの、はい、やっていいですか、うん、あなたは昨日どうやって寝ましたか。自分の昨日の寝姿をイメージしてください。うん、有吉さんどうですか。はい。昨日どうやって寝ましたか。寝ましたか。はい。まず人殺した後、手を結構洗っ、しっかり洗ってて落ちないんですよ。ちょっと本当に血がちょっとふざけ落ちる。怖い怖い怖い話しないで。いや、洗っても洗っても怖い話やめて。ちょっと本当にそう、血が落ちる。怖い怖い。そう思い出したオープニングの話も良かった。何すかあのオープニングの話も、なんかドアがバタ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 こうなるみたいな話。そば食わないんですよ途中で。は急にね、急に略語のテストも入ったから、ね、多分階段イコール擬音みたいなのないですけど。ないな、はい、昨日はお酒を飲んで、はい、うとうととしてそのまますーっと寝てました。ベッドですか。はい。布団はかけて。布団はまあかけてましたね。おお、なるほど、分かりました、はいはい、安田さんは。僕もベッドで布団かけないで寝ました、はい、ほうほうほう。テレビ見ながら、自然にテレビ見ながらで寝落ちしたって感じです。格好は。格好、お前なんだ、お前しころうと思ってんじゃないだろう。テレフォンセックスみたいなことしてくるじゃないか。それ安田さんでしころんすか。前回なんか俺ケツの穴。格好は、俺には格好は聞こえなかったのにさ、安田さんだったら急に格好どの格好。やめてよちょっと。いやだとしたら俺有吉さんにしころるわ俺。この二人だったら何よ。はい、ないはい、答えいいですか、うん、実はですね、この寝方、ごめんなさい、どうでもいいんです。うん、実は今その自分の寝姿をイメージしたときにどうイメージしたか、うん、普通はね、自分の体主体でイメージするんです、うん、布団かけてとかね、うん、横向いて、うんうん、時々ね、天井ぐらいから自分を見下ろす、うん、なぜか俯瞰の絵で自分を今イメージしちゃう人がいるんです、うん、そういう人っていうのは寝てる間に魂が上に上がっちゃってるんで、うん、霊感があると言われてるんです。魂が上上がっちゃってんの。何、魂が上上がるっていい加減しろよお前。マジでもうそんなインチキの話されたらさ、はい、もう今から怖い話聞こうって準備もできないよ。何、魂が上がっちゃうって。普通お前水木しげるさんの漫画見てるだけだろお前。なんだ、どんな魂って、どんな色してんの。白くてあの火の玉みたいなやつ。そんなベタなやつじゃないじゃんきっと。ここで止まんないの普通。なんだよ、なんでここ魂、なんでここで止まるんですか。なんで魂が上上がっちゃうんだよ。なんかこう気持ち、なんかエクトプラズムみたいな感じでこうファーって上がっちゃってるんですね、寝てる時に。俺コンタクトなんだけどさ普段は、はい、どうな、魂もコンタクト入ってんのかな。え、魂もコンタクト入ってんのかな。じゃないとぼやけて見えないもんね。いやさ、魂別にコンタクト、コンタクトハードでしょうかソフトでしょうかとかないと思いますけどね。そのもう一個だけいいですか、うん、ちょっと挽回したいんで、うん、
実はね、みんな、実はみんな霊感あるらしいんですよ、人間って。ないよ、いい加減にしろよ。もう聞きましょうよ、ちょっと。入り口だから。何なんだよ、これ。入り口はね、行きましょう、はい。実はある、はい、実はまあ、霊感っていうか、感みたいなものあるよね。さすが。はい。第六感みたいな、直感力なんですけども、その感じ方って人それぞれなんですって、うん。得意分野があるんですって。ああそうなの。だから見えるタイプもいれば、聞こえるタイプもいる。音。うん、あとは、感じる。鳥肌が立つとかね。うんうんうん、あと、途中、匂いっていう。霊臭っていうらしいですよ。霊臭はい。なんか、ちょっとニヤッとしましたけど。いやいやまあ、一応聞こうと。だから、お線香の匂いが急にするとか、生臭いなみたいな、うんうん。匂いで感知するタイプ。それ、全然違うだけで、どのタイプかっていうのが、皆さん知りたいですよね。うん。これ、ある一つの質問答えるだけで分かっちゃう。うん。頼むよ、はい、やって。昨日あなたは晩ご飯何を食べましたか、はい、晩ご飯何食べたか言っていいのかな燻製別にいいと思いますけどどこに気使ったんですか燻製あおしゃれなもの食べられてはい、はい安田さんは僕焼肉でした焼肉、はい、嘘つけよお前いや本当にそうです何見え張ってんだよいや本当にそうです絶対焼肉じゃない焼き野菜だろ野菜じゃ肉です肉焼き野菜肉だよ本当のこと言わないで島田がちゃんと見れないからそうですよ嘘をやめましょう焼き野菜だ焼き野菜です焼き野菜やっぱり野菜ですなんだよ焼肉って焼き野菜ってなんだよまあ焼き野菜はい分かりましたこれね、うん、その質問ごめんなさい答えどうでもいいんですうんそのね昨日のこと過去のことを思い出すときに、うん、その人が一体どこを見たかが大事らしいんですよ、うんうん、上見たか、うん、正面か、うん、微動だにしない、うん、横見たか、うん、下見たか、うん、今有吉さんねちょっと横見たんですよね、うん、チラッとメンタリストの大吾が言ってるようなことじゃないかそれメンタリズムだよそれいい加減にしないとそういう霊感みたいなものとメンタリズム一緒にしたら大吾に失礼だよ大吾ああいうあの人はちゃんと研究してちゃんと理論があって基づいてやってる人間行動学を調べてこういう風にやったら人間っていうのはガードするんだとか嘘つくときは左上を見るね本当のことを思い出すときは右の上を見るとかさそれちゃんと理論立ててあるんだ占いとも全然違うし怪談話でもないんだそんなインチキとなちゃんとした科学を混ぜるなよこういうテストした後に答え言わせてもらえないってあるんですねせめて答え聞いた後だったらいいんだけど答え言う前にまだ言ってないもんね俺もどうしたらいいんだろう正面見てました左上見てましたじゃないんだそれメンタリズムだからダメだよそんなの混ぜちゃうお前これダメですかそんなのインチキだもん、うんまあ、じゃあこれ答えはやめときましょうかそうだ当たり前だよ答え言えないよ今気になってきてるじゃないの全然ダメだよそんなのメンタリズム大悟の本でも読んだ方がいいよじゃあそうだろうじゃあ大悟の本大悟さんの本皆さん読んでください大悟とかに勉強させてもらったら弟子入り占いなんてやってるのインチキなんだからさあんならもう先がないんだからさメンタリズムとかの方がいいんじゃない俺また新しいの始めるんですかねねここまでやってただでさえなんかいろいろやってんなみたいな感じなのにもう引き下がれないみたいなのダメよやっぱりインチキずっと続けていくの地獄落ちますよあなた本当に先生出てくる先生が言っちゃって当てすぎなんだよ先生本当に言っちゃって本当に参っちゃうよね本当にどうですか本当にやりますかえいいっすかいやまだちょっと、まあ、あと1分ぐらいだからちょっとあれだけどさあ、まあ、一応その上見たらその視覚タイプなんですって目で見える人何言ってんのさっきの答えですえさっきの答えさっきの答え勝手なことするだろ、はい、いやもう本当に今日かけてるんですけどなんかうまく回ってないですもうすげえ頑張りたいと思ってきたんですけど夏は営業が多いはずだけどないでしょコロナで怪談話ももう全部学校なくなってきてますけどね頑張りたいですねそうか、はい、怪談話ってさどういう人が集まってくるのお客さんは意外と老若男女いろんな世代の方若い女性なんかも多いですよへえ怖がるみんな怖がってくれてますねキャーとか言うのありますありますみたいなそういうこう吐息が漏れたりするとなんかああそうなんだラジオネームペチャウサ怪談話をしている最中もし客席の誰かがしこり始めたらどうしますか一番怖いですねそれがね多分ですけど怖い話がブレちゃうから無視するんじゃないですかそこは無視するの無視すると思います霊じゃないんだね霊じゃない霊じゃないちょっとそんな質問いやこの後じゃあ怖い話はいしてもらいます。
Night Dreamer Live on air。さあ、ということで今夜はね、島田秀平くんをお迎えして、ちょっと怖い話、怪談話特集ということで、はい、お願いします、人ってさ、はい、死ぬとさ、ええ、みんなどうなんの、霊になんの。まあ、三途の川みたいなね、とこに行くとか言いますけどもね、うん、でもやっぱお盆なんか帰ってくるって話もやっぱありますんで、やっぱ霊になるんじゃないですかね。うん、三途の川なんかがあるって信じてんの？僕信じてます。ないよ、そんなもん。あんなの子供しつけるためとかさ、のあれ、作り話だからさ、いつあの話ができたのか知んないけどさ、何三途の川って、三途の川渡ると思う？今時の人が。やっぱでもね、この臨死体験された方がね、なんかこう、なぜか川みたいなところに。どんな格好で歩いてんの？服は。服は、なんかそのなんか、なんでしょう、その時に一番こう、自分の思い入れのあった服とか。うん、はい、じゃあ、もう地獄の中はいろんな格好の人がいるの。江戸時代の格好の人とかさ、令和のファッションの人とかさ、いろんな外国人もいるしさ、インドの人もいるし、日本の人もバラバラっていうことになりますね。服装。有吉さん、今日いろんな僕想定してシミュレーションしてたんですけども、その質問想定してなかったです。地獄聞いてんのよ。いやいや、今まで死んだ人はさ、もう何百億人じゃない、はい、いますね、地獄はどうやってるの、パンパンなの。いや、なんかもうぎゅうぎゅう。いや、言うのがですね、やっぱりこの念なので、ずっとあるわけじゃないと。だからまあ、本当だったらね、お侍さんとか、縄文人いるはずだけども、やっぱ歴史が古いから、うん、昔の人だからもうそれは念が薄くなってきてて、うん、だから最近はお侍さんとかいない。じゃあ、無限地獄みたいなのは嘘なんだ。無限はないんだ。無限。まあ、ないのね。じゃあ、スーッともういつか楽になれるんだ。いいね、じゃあ。別に、地獄行くのも。まあ、あと、まあ、生まれ変わりとかもある。生まれ変わりって何？生まれ変わりって何かってことですか？はい。生まれ変わりって何？もっとなんかその、なんだろう、思ってたのと違うんだよな、今日。生まれ変わりって何なの？でも前世とかでも言いますよね。前世って何？なんかよくね、なぜかこう昔のね、うんうん、あった、行ったこともないこう記憶があって、ペラペラ話し出すみたいなことがあって。うんうん、それマジ妄想じゃん。もうカウンセリング受けた方がいいよ、絶対。診察受けた方がいいよ、ね。そんなの嘘なんだ。いや、全員病院行きやめましょうか、ちょっとその。そうなってしまうと階段。マジでお医者さん舐めんなよっていう話なんだよね、どういうことですか？そういうの。はい、いや、そういうことすると、お医者さんに行ったら解決するはずなんだよね、やっぱりちゃんと。あ、こういう理由でこういう風になってます。脳のここのあれが刺激されて、こうちょっと、こういう理由がありますんで、まあそういう妄想癖とか、そういうなんか見えないものが見えたという風な妄言を吐くことがありますね、とか、ちゃんと全部わかるんだけど。言っときますね。これ階段のルールとして、おかしなことが起こったら、病院行っちゃダメなの、これ。そうだろ。霊媒師どこ行くの？そういうこれはもう守って、これはもう、小田武さんね、霊媒師有名な。いや、まあそうですね。でも僕、思い出話が実はあって、以前本当一緒にロケに行かせていただいたことがあって、で本番前にね、お願いしますって言ったらやっぱ第一声で、島田くん、俺見えないからっていうふうに、おっしゃってくれてたんですよ。まあでもなんかそういう、まあ、サービス精神でちょっとやっぱやってるんだ、みたいな話があったので。だからそうで、だから、ああやってゲロするやつは出てくるじゃない。あ、そう、だからみんなそうだから。だって嘘なんだもん、だって。あ、マジでやってたね、あの人。っつって。まあやってね、テレビでもやってね。てねこんな風な、こんな風に、はい、小田武道さんに助けられましたとかさ、うん、小田武道さんが、って言ったら涙流しながらさ、うん、そうなんです、なんていうさ、インチキ芝居やってさ、今まであんな詐欺働いといてさ、どうなんその、お前、片棒担いでさ。片棒安田さん、そろそろ一回ブレイク入りましょうか。全然。なんで？だって、俺もこういう仕事とかすごい納得しちゃってんだもん。納得しちゃってた。聞いちゃって納得しちゃってた。だってね、だってほら、ある、小田武道さんなんて、つってさ、みんなこう持ち上げてさ、信じろ、信じろって言うじゃない。だけど、その実はそうだっただろ、まあ、結局俺が言ってることの方が正しかったじゃないか。いや、そうです。だから、まあ、有吉さんみたいな方がやっぱいて、そういう意見もないと。全員が全員でこうなっちゃうと危険ですよね。うん、危険っていうかもう嘘なんだから霊能なんて。どうしましょう、俺今日怪談話いっぱい持ってきてるんですけど。曲ですね。曲、米津玄師関連。Stay Night Dreamer
さあ、ということで、半蔵門、東京半蔵門から生放送でお送りしておりますけどもね。はい。ラジオネーム、カニ太郎でござる。島田の親族は、身内から、虚言癖がテレビに出ていることをどういうふうに思っているんですか？うわ、そうだ、こういう感じだったんだ、これ。思い出しました、2年前。あ、そう。はい。2年前こんな感じだった。本当に。ラジオネーム、三平。はい。島田は、緊張感のない、間抜け面をしてやがるくせに、なんで階段やろうと思ったんですか？顔関係ないよね、別に。まあ、怖い人の方がいいよね、ちょっと雰囲気ある人が。そうね。そうですね。まあでも、いきなり悪口から入ったんで、後半全然入ったんですよ。悪口じゃないですよ。質問ですから、純粋な。そうですか。はい。うん、まあ、好きだったんですよ。はい。小学校時代から。怖いね。霊感があったらいいなと思いますか？思います。もう、羨ましいです。霊が見えるっていう人が。霊が見えるって嘘をつけばいいだけじゃん。やっぱ嘘は良くないですから、そこは。ヤロセナスの中村なんてお化けがいるところに行ったら吐いちゃうんだあいつ。いやすごいっすよ、あの方も霊感体質でね。うまいよね。だから芝居じゃないですよ。本当になっちゃうみたいですから。本当になっちゃうっていうか、だからそういうふうに指入れてんだよ。入れてるか。いやいや本当に入れてないです。入れてないですか。入れてないです、入れてない。いやだから思い込みだよ。だからそこに何かいるとか、なんかうわすごい、うわ怖いって自分で思い込ませて、あ、自分で自分を騙してやってるだけだから、別に何がすごいっていうこともない、別に。本物だじゃないんだよ、そんなの。ゲロ入ってるだけなんだから。うわ、俺がここで、ってゲロ入ったらどう思う？うわ、やめろ、汚ねえなと思うだろう。それ、羨ましいなんておかしいよ、ほんとに。若干、若でもね、やっぱりこう感じるんでしょうね、やっぱりね。感じるっていうか、それ思い込んでるっていうかね。いや、感じるでいいじゃないですか、ここはもう感じるにしましょう。なんか、ええ、何ですか、何ですか、なんか俺のカバンのところなんか人いないと思って。あれスタッフさんですよ。多分、え、僕だ、みんな見えてますよね。見えてます、見えてます。ハット被ってる方ですね。あ、なんでもないの？はい、と思いますけど。なんかね、ラジオにペチャ、めちゃめちゃビビってたじゃん。だからそうやって思い込む人だからなのよ、そうやって。怖がりなんですよ、基本めちゃくちゃ。だからそうやって嘘つくんだよ。嘘じゃないんですよ、ここやめましょう、はい。ラジオのペチャウサ、島田さんはエゴサーチしてみました。島田さんにあんまり SNS のイメージがないので、代わりに島田さんのエゴサをしてみたら、たくさんの温かいコメント寄せられていました。一部抜粋です。1、島田は顔も喋り方も全てうさんくさい。2、なんで島田みたいなやつがテレビ出てんの。3、島田は生き恥、細木和子大先生に謝罪しろ。4、島田は死んで当然。などなど。はい、今もう2から記憶ないです。無理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 、そんなもん。なんかもう強すぎちゃって、ほんと。言ってますよね、僕はこう、お笑いっぽいことちゃんとできてないから、ほんとお笑い過敏症なんですよ。なんかもうちょっとでもなんかそういうので、あーってなっちゃうんだから、もう。怖い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 。あとはないですか。犬や猫はどうですか、霊は。いや、いるんじゃないですか。やっぱりこうね、うん、ずっと可愛がってたワンちゃんなくしてしまったっていうね、方のところになんかこう、ちょ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 って、なんかこう足音が聞こえるとかね、なんかそういった匂いがするとかっていう話聞きますもんね。まあ、幻聴ですよね。幻聴というか、まあね、そういう、まあ、会いに来たんでしょうね。本当にぶった切りますね、本当に。すごい切れるんだな、その刀。どこで研いでるんですか、それ。え、な、当たり前のことを当たり前に聞いてるだけですよ。単純な疑問ですから。そうです。天国なんてあるんですか？天国に行く人なんているんですか？いや、いるんじゃない。嘘ついたら地獄とかね。うん、虫殺したら地獄。何でも地獄ですよ。そうすると天国に行ける人なんていないと思いますね。嘘つかない人なんていませんからね、世の中。いい嘘、悪い嘘ありますけど、嘘ついたら地獄。うん、はい。だから天国なんてものはないじゃない。天国なんて行けませんよ。まあ赤ちゃんですぐ亡くなったような赤ちゃんだったら行くかもしれないけど、じゃあ赤ちゃんだらけですね。もう、ムーニーマンの。ムーニーマンの世界ですね。天国が。ちょっと本当に。かわいそうね、赤ちゃん。本当に。なんすか、本当に、ね、すげえな、本当に。だってそっちが言ってきてんだからね。何やったら地獄だ、あれやったら地獄だ。まあまあ、でもあれはまあね、昔のこう、なんていうか、教育的な面があって。そうでしょ。子供に対して、こういうことはしてよくないんだよ、地獄落ちちゃうよって面があるので、まあ、あれはわからないですけどもね。だから地獄なんてないよね、だから。まあまあまあ、死後の世界はあると思いますよ。死後の世界って何？一回死んだ後に行く世界というか。なんで？はい。いや、だから、そういう話やっぱよく聞くんですよ。うん。死後の世界。さっきもびっくりした話がありま、うん、いいっすか？え？もちろん。
まあ、いわゆる臨死体験された方がですね、うん、なんかみんなやっぱこう川みたいなとこがあって、うん、でやっぱ三途の川っぽいとこ行ったらしいんですよ。思い込みだって、だからそれ外国人と日本人で全然違うんだから有吉さん、有吉さん、今みんな外国人そんなこと言わないじゃん。それは日本人特有の文化だから。有吉さん、有吉さん、外国人もみんな言うんだったら分かるよ。三途、三途の川、三途リバーよって言ってんだったら言わないよ。話しますよ、いいですかって話しましたよね。外国人全然言わないじゃん、三途の川。それはだからもしかしたらその象徴がね、その国によってあるのかもしれないですけども、思い込んじゃって、ね、全然話せないから、怖い話。スネイナイツ、ドリーマー、ライブ、オンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage.www.jfn.jp/dreamer Stay Night Dreamer。 だからもう基本的な質問しただけでも全然答えられないから、もうちょっとあれなんだけど、まあ、こんなことやっててもしょうがないから、まあ島田はその、はい、そういう専門家じゃないだろうから、怪談話が得意な人っていうだけだもんね。はい、はいはいはい、そのだから外国とかと日本で全然そのね、地獄の感じ違うのはなぜかとかさ、そんなこと聞いても答えられないもんね。そうだ、それはまあ昔話をす、はい、あの、すり込んでるだけの話だからね、どの国の人も。それだけのことだからさ、統一感がないもんね。世界中の人が同じものを見てるわけじゃないからね。そうですね。だからまあ全くのインチキなんだけど、インチキだね、まあそういうもんなんだよね。人間っていうのはもう何かそういう怖いもので縛ったりとか、まあ宗教で救いを求めなきゃいけなかったりとか、弱い生き物だからね。だからそういうなんか嘘でもいいから、そういうもんでやっぱり人間ってのはこう、ぐっと縛っとかないといけないんだよね。もうそれはよくわかります。階段離せないんですよね、全然。いや、してよ、早く。してよじゃなくって、俺今日、はい、ここに階段しに来てるんですよ。そうそう、ね、13本話ありますって、最初、リスト渡しましたよね。はい、一個も話してないんだよ。ごめんごめん。で、さっき、やっと話せるかなと思ったら、途中なんか地獄がどうっていう、なんか三途の川がって話になって、はい、そこでなんかもう、バシバシ言われちゃって、もう、で、なんか、いよいよと思ったら曲かかるし、なんか、CM 行っちゃうのかな。この、そうやってうるさいね、もう。そうやってうるさいから、できないんだろう。それが多いんじゃないですか。そうね、う口応えが多いから。口応えやるじゃん。いいですか。はい。どうかやってよ。どれでもいいよ。じゃあちょっと、まあ、実体験っていう話があるので、はい、いいですか。いいよ、ちょっと聞かせてください。メガネ橋という話なんですけどもね。有吉さんいらないですよね。あの、まあ、良かれと思うことでと思うんですけど、雰囲気出そうとしてるの。いや、あの、聞いてほしいんです僕は。今だからもうリスナーの方、有吉さん安田さんに怖がってもらおうと思ってますんで、はい、もう真剣に聞いてほしいんです。リスナーの皆さん今おしめのようよ、ね、漏らしちゃうのかな。怖いですよ。怖いと。メガネ橋。今日ジョーカー見たのよ。ジョーカーネットフリックスで始まったんだ。あーらしいね。ジョーカーらしい。めっちゃ怖いね。怖いかもしれないですけど。ちょっと帰ったら見ようかな。あ、見てない、映画が見てない。見てないんですよ。気になっちゃうから。あ、なぜジョーカーがジョーカーになったのかっていうのをずっとやるけど、やっぱね、いい映画だったね。有吉さん、有吉さん、あの、安田さんもそうなんですけど、こういう話した時って、この話だけで集中してほしいから、それ違う話されちゃうと、それがもうそっちになっちゃうと、もう邪魔なんです。絶対、しかも、いわゆる話す話、ジョーカーよりは良くないですから。そんなもんジョーカーの方がいいに決まってるから。そんなことないでしょ。そんなすげえやつ出された後に。そんなことないでしょ。一回ジョーカーの頭になっちゃうと、もうその後どんな話かダメだろう。いや、ジョーカーなんてバットマンのキャラクターだよね。そうよ、脇役じゃん。悪役のキャラクター。それなのにさ、濃い、なんか人間ドラマがあるっていうかね、深掘りして、あ、人間ってこういう風になって、こういう風に追い込まれていくと、こういう風になるんだ、怖いなぁ、と思って。すごい、ジョーカー。あの、だから安田さん止めましょうよ、こういう時。なんで一緒になってジョーカーの頭になってる。見てないからさ。見てないです。めっちゃいいよ。ずっと見たいと思ってて、この前飛行機ね、乗った時に、あ、ジョーカーやってんのかななんて思って、うん、見れなかったから結構悔しいんですよね。なんかめちゃくちゃいいっていう話ですよね。ジョーカーやってたね、そういえば。あ、そうなんですか。うん、ネットフリックスでも最近加入しましたから。あ、そうよ、悪役だけどね、うん。なんか悪役だし、すごい悪いことしてんだけど、なんかでも、うん、ジョーカーって本当に悪いやつなのかなっていうね。まあよくあるね。なんか本当に、誰が良くて誰が悪者かっていうのはね、やっぱり人それぞれのもんだから。その人によって違いますからね。うん、俺話していいんですか、ここ。どうなんですか。え、ジョーカー。どうぞ。話せるか。いや、あなたすごい上手な人ですよね。もう、
バンバン MC でこういろいろさばいて、ねえ、いろんな人こう絡んでやってる。俺は別にそういうなんかきっちりやるような、あ、安住さんみたいな司会者じゃないから。いやいや、急に下手になったと思いましたけど。私はもう、和気あいあいとみんなでやりたいって。だとしても今の振り方は多分間違ってる。ジョーカーの話一人盛り上がって、その頭になった後どうぞ、多分。情報も必要だからね。ラジオ続けていくには。怖い話ばっかりやってたってラジオ続かないよ。まあ確かに映画の話っていうのは鉄板ですもんね。ジョーカー今日からやってますよっていう情報を入れてあげたんだ、リスナーに。だとしてもここじゃねえわ。そんなもん全然時間あったろ。あの変なオープニングの時間あったらその話よ。オープニングって大体そういう時事ネタ入れるんだから、オープニングで変な会談して、時事ネタやらなくって、どうぞと、いや、どうぞどうぞ。いや、もうちょっと怖いんだろ、怖いです。実体験。メガネ橋。あんまり時間で会談、長崎の話じゃないです。長崎のメガネ橋じゃないです。じゃないです。ごめんなさい。何がっかりしてんだよ。群馬県に。俺修学旅行で行ったのね。ああ、そうですか。あ、まあまあ、それはいい。長崎といえば、恵比寿さん。恵比寿さん、はい。うん、かわいそう。アルツハイマーの症状出たんだって、ね。そうみたいね。でも、あの、仕事はしたいとおっしゃってたからね。結構だから、カリスマ天国とかで結構お世話になってたから、うん、どうすんだろうなって話もマツコさんとこの前したんだけどさ。うん、だから、やっぱり、うん、まあいろいろ文句言う人もいるんだろうけど、ご本人が良ければね、やっぱり復帰して頑張って元気にやってほしいなと思うしね。あ、じゃあアルツハイマーになったらテレビ出ちゃいけないのか、お仕事しちゃいけないのか、じゃあ何にもできないのかっていうことになるもんね。だってやっぱり一生懸命やっててほしい。だから恵比寿さんっていうキャラクターがまたでもどっちか分かんなかったりするから、それはそれでお笑いになるんだろうけど、そこ笑いにするなよっていう人がいるからまた難しいけど、でもそれはご本人の問題だからね。すいません、すいません、あの、恵比寿さんの話はちょっとやめろとか言いづらいんで。本当に。もう本当邪魔されてイライラしてるんだけど。でもなんともできなくなっちゃって、もう。ごめんごめん。ネクタイ取ったの？いや、もうもうネクタイ。バカバカ上着も脱ぐし。もう。どうした？どうした？カッカッカッカしちゃって、本当ごめんなさい。なんか、マジで。どうぞどうぞ。本当すいません。じゃあいいですか？メガネ橋。はい。群馬県のですね。え？群馬県って別に群馬県でしょ。あ、長崎じゃないんだ。長崎じゃないってさっき話しましたよね。ごめんごめん。それ、あ、そうか。エビさんの話したら、長崎じゃないであんだけ時間使ったんだから、はい、もう。じゃあ言う、長崎じゃないんですけどって言う。いらないでしょ、別にそこ頭。あのね。でも僕はメガネ橋って聞くと、やっぱり長崎だよね。イメージが強いです。じゃあわかりました。長崎じゃない、群馬県のメガネ橋の話なんですけど。あ、あるんだ。まあすみません。横川駅っていうね。うん、まあ、群馬県の駅がありまして。釜飯。そう、ね、峠の釜飯。はい、美味しいですよね。ある器がね、はいはい、持って帰れるから。そうそう。でも器分も値段に入ってるだろうって話だけど、器が持って帰れるから得なんですよ、なんていうやついるんだけど。いや、それは器の分も弁当代に入ってますからっていうやつね。まあそうですよね。まあでも得した感じはする。しますよね、いや、もう一個ギアグってるのやめましょうか、本当に。釜飯のところでグイってギア入れるのやめましょうか、もう。そこでその話広げんじゃないんですよ。グイッと火を。いらないよね。グイッと最後に強火。別にそういう焦げできる。いや別に釜飯だからそのお釜の話じゃなくて、そのギアの話じゃなくて、もうそれいいんですよね。俺話していいんですよ。今日話しに来てるんですよ。怖がりたいですもんね。はい、怖がりたい。行きます。長崎じゃない、群馬県にあるメガネ橋の話なんですけども。なるほど、そうなんだ。横川駅って駅ありましてね。釜飯。釜飯。釜飯でね。邪魔だな。横川駅ってありまして。釜飯。絶対それ言うの。もうさっき一回言ったからもう皆さん知ってんの。一回目はまだね、ギリ言うけど。ギリ言うでみんな聞いてるが、うん、え？釜飯のだよな、とかね。ちょ、そこで、そがれるじゃん。だからバシッと言っといてあげた方がいいじゃん。そうそう、釜飯で有名なよ。言われないように自分で入れちゃえばいいじゃないですか。うん、で、これは後輩思いの有吉の優しさですよね。もちろんもちろん。島田の階段がより伝わるようにってことですね。そういうこと。あ、だってすいませんでした。はい。うん、じゃ、その、ま、釜飯の横川駅。釜飯で有名な横川駅、ね、うん、はい。はい。と、あと長野県の軽井沢駅。あ、避暑地のね。そうです、そうです。まあ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 、それはまあ、結構なんか東京からこのコロナ騒動で長崎の軽井沢とかになんか逃げてる人が多いっていうね、お金持ちの人なんだね、結構。俺も今後絶対固有名詞出すのやめよう、もう、ほんと。軽井沢の人はちょっとやめてくれよ、そんな。僕も地元長野県ですからね。まあちょっとね、その気持ちは。長野広いね。長野広いですね、ほんと。諏訪湖。あ、諏訪湖も長野ですからね。はい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 。花火大会有名ですからね。あそこなんだっけ、たまに、何年かに一回しか開けないっていう、あのお寺。あ、善光寺。はい。秘仏がありましてね。はい。なんだろうね。御開帳って言って。あるよね。ありますあります。あ
あいうのすごい見てみたいなと思うね。うん、まあこの話はいつも善光寺一切関係ないんでね。皆さん一旦忘れていただきたいんですけどもね。はい、軽井沢。いや俺まだ全然全然話してないですよ。いいっすね、いいっすね。行きます、行きます、行きますよ。はい、横川。横川と軽井沢をつなぐ鉄道があったんです。うん。まあ旧信越本線ですね。旧信越本線。はい、昔ここね鉄道通ってたんですけども。ええー。いや今言ってるし大体なんか通りそうですあそこ。山道だから峠道なんですけど。いすみ鉄道綺麗だね。なるかな。なんかそう、まあ、そこはまあ山が綺麗だったりするんですけどね。山綺麗だろ、日本のどこでも。どこで、なんで、なんでピリピリしてんの？こっちなんだけど、ピリピリしたいの。山は大体、山も綺麗、日本。大自然なんですよ。汚ねえ山ってそんなないよ。山汚ねえなって。山汚ねえ山だって。汚ねえ山。山綺麗だって。それあんまり言わない。横川駅と軽井沢駅をつなぐ鉄道がありまして、うん、今はもう廃線になってるんです。うんうんうん、でここが今ね、線路を突破あれ。何年ぐらい前？そこがなんかね、しっかりしてないね。そうですね。まあ、どれぐらいですかね。どれぐらい前かな。まあ、きっちり調べられたらまずいんだろう。いや、全然大丈夫です。全然大丈夫です。ここ大丈夫です。うん、はい。まあまあ、はい、あって、これがまあ、線路なくなったんですよ。で、今ね、そこ歩けるんですよ。散歩道、遊歩道になってるんですね。線路は残ってんの？線路、もう取っ払ってます。取っ払ってんだ。はい。ただトンネルとか残ってるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。椎茸栽培とかするトンネルあるよね。トンネル潰して椎茸栽培したりとかね。長野県ありますけどもね。はい。あるよね、あるね。やっぱり湿気が多いからいいんだよね。ああ、そういうことですか。キノコのイメージいらないんですけどね、今ね。キノコ邪魔なんで。キノコが最後出てきたんですよ、とっちゃないだろ。怖くないだろ、絶対に。聞いたことあります。キノコだったんですよ。ごめんなさい。お化けまだ出ないですか。あと、ごめんなさい。怖い話の時に、お化けまだ出ないですからやりましょうか。お化け出るかどうかわからない。それをハラハラしてるのが階段なので。はい。で、ここ歩けるんですよ。遊歩道で。もう今人気なんで。気持ちいいよね。気持ちいいんです。2年ぐらい前に、地元、長野県のロケで、遊歩道を歩こうってロケやったんですよ。ロケ？ロケです。やってんの？番組。あ、長野の方で、ズクダセテレビっていう。ズクダセって何？長野の方言で。ズクダセ。橋で。渡らせ橋ですね、それ。すいません。渡らせ橋ですから、ずく出せってのは、こう、元気出せみたいな感じなんです。ああ。お前がなっていう。いや、テレビ見てる人が、ずく出せ TV! お前だよ。言われてねえよ、別に。長寿番組なんだから、もう。俺のレギュラー番組、数少ないやつをバカにするな、ほんと。地元の大事にやってる番組なんですから。お前に言われたくねえんだよ。言われてないんだよ。誰ずく出せやつだよ。お前がずく出せやまだ全然序盤ごめんごめんごめん。みんな分かってっかな今どういう状況かっていう。ごめんごめん。はい、ズクダセ TV。ズクダセ TV のロケで、はい、まあテレビですけどもね。はい。まあ、いいっすよ、別にもう。はい。ロケで、で、じゃあそこ散歩道、遊歩道歩いてみようかって話になったんです。つまんないロケ。つまんなくないですよね。頑張ってやってますから。ね。歩こうっていうロケ？歩こうってロケですよ。はい、景色綺麗ですね。ああ、なるほど。やっぱり、ね、もともとこう線路ですから、なんか映画のスタンドバイミーみたいな。でも線路はないんでしょ？ないですね。じゃあすいませんでした。線路ないですから。線路ないからスタンドバイミーでみたいな感じはないんじゃない？にはないですね。まあでも気持ちはそうじゃないですか。昔線路だったのかなみたいな。いや、でも線路ないんでしょ？ないです、今はないです。はい。じゃあ、スタンドバイミーって感じは絶対に出ないと思うよ。じゃあね、出ないでしょ、だって線路ないんだもん。まあでも昔あったのかなみたいな、そういう温かい気持ちでやっぱこっちも、まあ正直出なかったですね。そうでしょ、はい、スタンドバイミーはやっぱりザ線路だからね。そう、線路ないとね、やっぱり。あれ歩いてるとスタンドバイミーだなって感じがありました。一旦ブレイクして。Slay Night Dreamer Live on air。 さあ、もうの何？もうだって9時エンディングになっちゃうよ。一個も話してない。エンディングだろ。そうだよ、もう9時だよ、終わって。9時だよ、9時だよ。じゃあ残ってよ、じゃあもうちょっとだけ。一本ぐらいしてっていう。そうですよね、せっかくですもんね。僕はしたいんですけども。何にもないな。ラジオに寝ても覚めてもダメ人間、FM 長野。島田さん、釜飯の具って何でしたっけ？それが気になって一切階段が頭入ってきませんよ。お前、長野のやつだろ、わかんだろ、お前。俺の地元なんだから応援しろよ、本当に。ラジオネーム、すぎすぎ、FM 群馬。あれさん、僕は峠の釜飯の器、リサイクルで灰皿として使ってました。うん、めちゃめちゃ吸い殻が入るので重宝しました。入るよね、それ。釜飯の話になってんじゃん、みんなもう。
ラジオネームもちドリル島田さん、僕の地元の大阪にもメガネ橋というものがあります。こっちのメガネ橋の階段ありますか。ないよね、別にだって行ったことないんだから別にそのメガネ橋イコール階段の名所とかじゃないからあそうか。杉並のクレイジーボーイFM 岩手、島田さんって本当にプロなんですか。手際悪いし、なんかサンドル聞いてて初めてイライラしますね。今すぐ荷物まとめて帰ってください本当のやつやめろよ本当に何なんだよ、一個も話してないんだから今日階段話に来てるのに。いやそうなんだよ、どうしようか。いや1時間で終わりの予定だったんだよ。予定そうですもんね。どうしましょう。だって話せてないんですもん。だって今日僕話したいんですよ、お二人をね、リスナーの皆さん怖がらしたいんですよ。俺らが質問多いのかな。質問多いです。あ、ごめん、ちょっとできればあの質問とか止まらずにやっぱ話聞いてほしいです。全部聞いてからじゃあ感想を言おうか。もうそれはしょうがないですよ。そうしましょう。怖い怖くないっていう、はい、じゃあ9時台じゃちょっとだけ残ってもらって、はい、じゃあ1本じゃあいい？いいですか。悪いね。なんかいやもうぜひぜひ本当マネージャーさんとかに悪いよ、もう早く帰りたいだろうね。いやいやもう本当お願いしますって今頭下げてますんで。本当？頼むよ。怖いのやってよ。いや怖いやついきますよ。なんかいや嘘言うからさ。嘘言う。線路ないのにスタンドバイミーだとかさだから最初に聞いたじゃん、線路は残ってんのつってさ、もう残ってないんですって言うからさ、それなのに今度はさスタンドバイミーみたいな世界だとか言い始めてさ嘘つくなよ。そうですね、あそこはちょっと正直嘘でした、すいませんでした本当に。一つ嘘あると全部嘘になっちゃうから。じゃあもうちゃんとしてきます、ちゃんとします。はい、お化け出して早くな。お化け出してください本当に。一部の地域の方この時間でお分かりちょっとじゃあこの後も聞ける方引き続きよろしくお願いします。お願いします。2020年7月12日の日曜日、時刻は夜9時を回りまして、この時間からお聞きの皆様改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントはデンジラス安田です。東京半蔵門から生放送サンデーナイトドリーマーですね、はい、こういうのが届いてて、はい、ちょっと驚いたんだけど、はいはい、ちょっとまあリスナーの人にもちょっともしいる人いたらっていうことなんだけど、ラジオネームケルヒャージャパン株式会社、うん、有吉さん安田さんこんばんは。いつもラジオ楽しく拝聴させていただいております、はい、先週の放送にて、うん、ケルヒャー欲しいなと弊社の名前を出していただき誠にありがとうございましたケルヒャーは1935年に創業したドイツ発祥のブランドです。創業以来革新的な機器を世に送り出し、現在は世界190カ国で愛用されています、うんうん、80年の歴史で築き上げてきた確かな技術を有吉さん安田さんにも体験していただきたく弊社の高圧洗浄機お送りいたしますお車の洗車、ベランダ、網戸の掃除、簡単に手軽に洗浄できます。ぜひ ご活用いただけると幸い、よろしくお願いいたしますケルヒャーさんから、ケルヒャージャパンさんから今日2台発送ですか。ケースが送られてきてまして、あ、まあ、私1台もまあ持って帰るんですけど、安田さん持って帰ったらさ、うち使わねえって言いやがるから。いやっていうかまあそうですね、車を持ってないですから、いやちょっとそうですね、もったいないというか、そういう意味でね、そういう意味なんですね。そうか、持て余す、持て余しちゃうなと思ったんですよね。だから本当にリスナーの人でね、1台だから余ってるから、本当に転売業者じゃないやついたらね、リスナーどうしても欲しいっていう人いたら、なるほど、あの1台送りますよ。だから、おうおうおう、もし欲しい人いたら、ちょっと、そっちの方がでもね、いいですね、うん、ケルヒャー希望っつってちょっと一言添えて、はい、送ってくれればなというふうに思いますけど、ね、はいはい、ケルヒャーさん本当にありがとうございます。ありがとうございます。すいません、なんかあと藤井聡太な、強いね。うん、強い。なんか今現役最強って言われてる渡辺さんに2勝1敗でリードしてるから、うん、そうですよ。そんな強いんだね、やっぱ若い人ってどんどんやっぱり成長が早いから、うん、すごいなと思うね。あとは何すか、なんか面白いことあったかな。あ、若月さん、若月千夏社長からもね、はい、この番組の新作グッズタオル20枚送られてきましたんで、ほう、またちょっとあのグッズ補充というか、まあタオルの方がいいでしょ、リスナーも。変なぬいぐるみより、あの犬いや、そんなことないですよ、そんなことないです、変なぬいぐるみじゃないです、可愛いぬいぐるみね。若月のインスタ見たらさ、はい、
やっぱりさ、どっか情報回ってくるみたいでさ、はい、若月のなんかほら顔がちょっと、はい、鼻につくって言ってからさ、はい、なんか気に入らないことありますかみたいな。ほら、何でも私声入ってきますよ。ほらほら、一番気にしてること言うから。そうね、そうよ。だから、まあ、若月さんのグッズもあるんで、じゃんじゃん皆さんメール送ってくださればなということでございます。今週はなんか特にないかね。面白い話しないかな。喋っていいんですか僕。すいません、ずっと何しまだいますとか、あ、ごめんなさい、島田秀平です。何し9時からの皆さん、もう8時台でボッコボコになってますけども。ボッコボコなんかしてないやん。いや、言いたいんですよ、今日は階段をね話させていただけるってことで、階段も13本今日持ってここ来てるんですけども、まだ1本も話せてません。それはお前自分の力量だろ。力量じゃありません。途中であなたたちが止めるんです。入り口で、入り口で質問止めとかしてくるんです。でこれはさ、やっぱリスナーの質問やっぱちゃんと1本聞いてからやっぱ判断したいと思うから、うんうんうん、じゃあ我々邪魔しないようにして、はい、じゃあ聞くよ。じゃあ1本か2本、うん、いいっすか、うん、今あと2分半だからどう。あ、じゃあちょっと行きます。行きます、はい、じゃあ聞こう。さっきのメガネ橋、はあ、じゃあ黙って聞こう。すっげえ退屈そうな感じだけど。あの、そのメガネ橋っていう、あの、長崎県でも大阪でもないんですけども、長野県の近くの、まあ、群馬県にメガネ橋ってありまして、はい、その横川駅っていうのと、あの、駅と、あ、釜飯ですね。はい。の横川駅と軽井沢駅をつなぐ、うん、まあ、何年か前からもうなくなっちゃった路線があったんですね。で、ここをですね、あの、今、遊歩道になってるんで、うん、ここ歩こうっていう、つくだせテレビっていう番組がありまして、うん、すごい面白い番組 で、うん、で、ロケ行ったんですよ、うん。で、このね、ずっと歩いてたらですね、途中メガネ橋って橋に差し掛かりました。これ40メーターぐらいの橋なんですけども、うん、レンガ作りで明治時代に作られてるんだけども未だに残ってる、うん、絵はがきにもなるぐらいすごく綺麗な橋なんですね。でここ来た時にですね、まあディレクターさん、カメラマンさんが、うん、島田さん、ちょっとこの橋綺麗なんでしっかり撮っていいですか。あ、わかりました。島田さん、あの上にいてください、うん、あの手すりからね景色見ててください、うん、僕らね二人でこう下降りますんで、下からね三脚でカメラを立てて、下からぐーって振り上げます。で、カメラ上来たなと思ったら上から手振ってください。うん、あ、わかりました。で、景色見てたんですよ。うん、あ、綺麗だなと。では、二人が下に行くなで、下にこうついて、セッティング終わったんで、手振ろうかなと思った時に、うん、パッて横見たら、若い観光客の女性の方、うん、20代ぐらいの方、リュック背負って、景色見てるんですね。で、あ、この方顔映っちゃよくないな、こっちが勝手に撮ってるんだから。この方がいなくなったら手振ろうと思ってたら、携帯鳴るんですよ。見たら、下のディレクターさん。どうしました？島田さん、手振ってください。いや、そうなんですけどね、今横に女性の方いらっしゃるんで、あの方いなくなったら手振りますね。え？誰もいないっすよ。島田さんしかいないっすよ。何言ってんすか？いないんですよ。え、完全にいたのにな。パッて足元見たら、本当にあの、花束が添えてありまして、まあ、2週間前に実際そこでちょっと身投げをされてしまった方がいらっしゃって、うん、はっきりこう見てしまったなって今思っても、その方の顔だけはちょっと思い出せないんですよね。どんな顔だったかってっていうことなんで、それ何の話なの。何だそれお化けなの。そいつはお化けだったの。いや、としか僕は思えないな。僕は霊感ないんですけども、そういう状況からいくと、もうお化けとしか考えられないな。花があるなって最初に気づかなかった。気づかなかったんです。足元にあったんで。そう、はい、もうちょっと注意した方がいいと思う。注意した方がいいって多少協力しましょう。あの、はぁ、はぁ、はぁ、そう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 。あれ入ったね、うまかったね。いやあの時も恥ずかしかったですよ。俺のあれに負けてないよ。いや断然そっちの方がうまいわ。いやだからね、キラキラキラ。Stay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。 メール来てます、はい、ラジオネームトマティ、有吉さんこんばんは。ケルヒャー希望です。
階段を下りた直後なんですけども。僕が持っている車は駐車場が大通りに面している関係ですぐ汚れてしまいます。洗車月に5回ぐらいしないと汚れがひどくて乗れません、うん、安田さんがいらないのであれば大切に使わせていただきます。いやいや、まあまあね、いいと思いますけど。シドジェット気流、有吉さん、私事ですが4月に家を購入したのでこの梅雨のせいで外壁に緑の苔こびりついています。ケルヒャーをいただけた暁にはそいつらを一掃してやります。島田よりもケルヒャー、ケルヒャーさんありがとう。階段の感想とか今こう話し終わった瞬間にスタッフさんがメール持ってきたんで、あ、これ階段のことかなと思ったんですけど、そう思いました、僕も思いました。そこ一切階段だってさ、俺言ったよね、嘘つくなよって。嘘一個もないですよ、今の話に。だって霊感ないだろ。霊感ないない僕ですらこうやって見ちゃったかもしれないってことは、もしかしたらね、僕らっていうのは幽霊がめちゃめちゃはっきり見えちゃってて気づいてないだけかもしれないという、そういう部分だったんですけど。霊感ないんだろ、その人。じゃあそのお化けなの。いや、まあいなかった、僕にしか見えてなかった。でもその時には明らかにいるように思ったっていう、うん、どうしたんだろうな。それあのさ、もし、はい、なんていうかな、妄想話っていうか創作、うん、まあ作り話なら最初に作り話なんですけどって言ってほしいんで。怖くないよね、そしたら。だってどういう感情で皆さん聞けばいいんですか。作り話じゃないですし、このご時世だからちょっとコンプライアンスもあるから。そしたら作り話ではないです、さっきの話は。もう本当だなら本当の話って言っちゃノンフィクションなんですけどって。でもちょっと、じゃあ今後本当の時にこれね本当の話なんですけどって毎回言ったら、あれ違うのもあんのかなってなっちゃう。いやでもそうじゃないと。ちょっと今のもだって嘘だからさ。嘘じゃないです、本当の話です。お化け、じゃあもう見たことあるのね。じゃあ霊感あるのね。ない、ないと思ってた僕ですらこんなことがありましたよっていうことです。いやでもそれはだって嘘だから、ね、嘘じゃないです。あとごめんなさい、さっきのこと言いたくないですけど、全くノーリアクションで聞くってやめません。だって聞けって言うからじゃん。めちゃめちゃ怖かったんですもん。だからなんかすげえ早口になっちゃって、うん、階段って曲がりのやつとかいうのに、なんかそこもはしょってなんかどん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 早口でなんか。じゃあもう一歩やって、じゃある程度リアクションした方がいいの。リアクションお願いします。どうしよう、テトラポッドっていう話か、どっちでもいいよ。どっち、興味興味。何系がいいっすか。やっぱ怖い、怖がりたい。いやそれはそうですよ、階段ですからね。じゃあやっぱりそうっすね。じゃあ最近、あー僕がもうお化け出るのないの、モンスター出てくるのないの。モンスターなんか出てこないでしょ。だってでっけえ芋虫みたいな出てきたりとかドラゴン出てきたみたいなのはないのね。いやそれ、そういう階段はないです。ないよね。ないです。そういう階段はないです。はい、じゃあですね、お化け出てくるやつがいいですか。まあそうだね、お化け出てくるやつがいいですかって質問もおかしいんだけど。いやもう出てくるの分かっちゃうから、出てくるの分かっちゃってるから。はい、どうしようどうしよう、ごめんなさい、お化け出てくるやつね。はい、うんうん、じゃあタクシー。タクシー、はい、うん、もういいね。いいですか。それではタクシーです、よろしくお願いします。何だよ、何なんだよ。いやー、司会者が、なんかその司会者がちゃんと言ってくれたじゃん。歌一曲お願いしますみたいなテンション振られても、こっちくばっかり。なんかあるじゃないですか。では聞いていただきましょう、タクシーですとみたいな、なんかそういう持ち込み入りやすいので、すいません。それでは聞いてみましょう。タクシーお化け。お化けって言ってほしくないんだよ。すいません、あのこれね、ある地方のですね、うん、タクシー会社で、なんでさっきはしっかり地名言ったら今度はじゃあ地名覚えかせ。ちょっとじゃあこの話はやめましょうか本当に。いやいやいいよ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 、いや頼むじゃん。いいですか。そこは創作？創作じゃない。創作じゃないです。創作じゃない。違います。はい、はい、もうこれ聞いた話なんですけどもね。聞いた話ね。まあ僕の話じゃないです。はい、聞いた人から聞いた話です。人から聞いた話。また聞きで。また聞きで。また、まあ聞いた話でいいですよね。はい。どうぞ。はい。タクシーなんですけども。これあるね、地方のタクシー会社で、うんうん、あの、新人ドライバーさんが入ると、うん、先輩ドライバーさんが必ず申し送り事項に、うん、みたいな感じで、絶対こう言い伝えてるっていう話で、すごく興味深かったんで。あ、そうなの？ちょっと今回ご紹介させていただきたいんですけども。まあそうですね。あの、新人ドライバーさんが入ると、新人ドライバーさん入るとで、こんな怖いですよ。はって別に。どっち？注文多い。注文多い。こっちだって好きに聞く権利あるだろ、別に。そうですね。さっきね。新人ドライバーって怖いじゃん。
あ、怖いか、そういう意味で怖いかもしれない、ね、うん、あの、ほら、道知らなかったりとか。あ、そう。うわぁ、遅刻しそうなのに新人ドライバーか。っていう怖さはあるんですよ。そういう、あの、それはまあ自由ですもんね。それはすみませんでした。はい、ほんとごめんなさい。はい。はい、じゃあ、まあ、新人ドライバーさんがね、まあ、入られると、はい、まあ、あの、先輩がですね、うん、まあ、こう、必ず言うんですけども、うんうん、まあ、ここね、あの、1ヶ月間とりあえず研修期間があるんですって、うん。何かっていうと、通常のドライバー勤務の他に深夜1人で、配車センターで電話番するっていう。うんうん、あ、そうなんだ。はい。まあね、電話かかってきて、あ、わかりました、じゃあどこどこに行ってこうね、うん、まあ、車をね、出すんですけども、うんうん、で、まあ、1人の新人ドライバーさんが深夜、配車センターで電話待ってたんですよ。うんうん、やっぱ田舎なんでね、なかなか電話かかってこないんですよ。そうだね。そりゃそうだよね。深夜なんてね。代行があるもんね。代行運転の方が結構人気だったりするよね。そうですね。はい。まあなんですけども。日村さんも代行好きだよね、でも。あ、日村さんね。やっぱり、ね。日村さん代行好きだよ、ね。別にいらなくないですか、その話。はい。すいません。はい。今だって日村さんね、出てきちゃった人いると思いますんで。いや、ほら、同じ事務所だから。大先輩も本当尊敬してますけどもね。はい。はい、で、暇だなと思ったら、それこそ深夜2時ぐらいに、プルルル、また2時なの。だいたい2時だね。そうね、うん。そう言われてみたらそうだね。芸人が適当な数字言うとき8っていうのと近い部分があるよね。はい、まあそうですね。階段だいたい2時ですね。2時ぐらいですね。だいたい2時なんですが、牛蜜時ってやつ、ね。そうです、そうです、そうです。牛蜜時に、はい、プルルル、プルルル、プルルル、随分やってくれるじゃん。お、プルル、転送されたみたいになっちゃった。電話ね、内線なんですか、そっち。そうそう、ね、転送されたみたいな。音を、その音、別に。もうここで出るから。一回経由しないから、別に。はい。もう直でこっちで来てますんで。タクシー会社転送され、はい、ファックスやってないから、別に。もうなんなん、あの、もうここ直で電話かかってるから。お化けファックスが来たんですよ。一番怖いじゃないですか。なんなん、お化けって書いてあるんだ。いや、だとしたらそいつセンスないですよ。自分でお化けって書いてあるやつ。すいません、ごめんなさい。はい、プルルル、プルルル、プルルル。おー、電話かかってきた。お客さんだ。うんうんうん、もしもし？ん？もしもし？あ、すいません。はい。もしもし。え、聞いたことあります？別に今俺、出ちゃった。お願いしますっていう。ありました、待ってたよね、今。待ってたよ、ちょっと待って。いや、これはもう僕のテクニックです。ちょっとこう、なんか今、間を作ってっていう。あ、そういうの、はい、すまん。その間じゃないです、すみません。はい、そうなんだ。もしもし？はい。はい。出なくていいんです。あ、出なくていい。聞いたことないでしょ。話知らないんだから、絶対邪魔しちゃうから、それ。あ、すみません。はい。電話の途中ですね。はい。もしもし？え？あれ？もしもし？はい。で、ちょっと、何回やるんだよ、だって、誘ってないんだって、これ、ここ大事なんだって。ここごめんごめんごめん。こっから出ないのね。お前、もう、ノーリアクションじゃ嫌だとか言うしさ。もう、こっからお化け出てきますから。こっからお化けね。もう、さあ、皆さん、お化け出ます。やべ、言っちゃった、今、いけないこと。どうぞ。じゃあ、お願いします。もしもし？もしもし？あれ？もしもし？なんかね、電話の向こう側、様子おかしいんですよ。うん、もしもし？よーく聞いたら向こう側で男性の低い声で、うん、すみません。すみません。うん、すみませんって聞こえるんですよ、うん。え？もしもし？すみません。すみません。すみませんって謝ってるんですよ。うん、どうしました？すみません！すみません！すみませんってもうちょっとパニックになってるんですよ。うん、あれ？この電話もしかしてって思ったんですね。うん、もしかしてあなた、ドライバーの田中さんじゃないですかって聞いたんですよ。うん。田中です！すいません！すいません！すいません！うん。そう。相手っていうのがお客さんじゃなくって、ドライバーの運転手の田中さんだったんですよ。うん。田中さんどうしたんですかって聞いたら、今仕事中に事故ってしまいまして、もう車ぐちゃぐちゃですいません！どうしましょう！どうしましょう！ってもうすごいパニックになってるんですよ。終わってた。うわー、とりあえず落ち着いて落ち着いて、うん、つって。今どういう状況ですか？すいません。これ僕絶対クビですよね。もうやばいな。僕ね、実は去年結婚して、この前ね、ガキも生まれたばっかなんですよ。うん、今クビになるわけがないんですよ。どうしましょうどうしましょう、すいません。内田ゆきさんに電話したらいいんじゃない？え？自動車保険の。いや、まあね、素早く解決してくれますけど。うん。事故だからね。まあ、そこで電話しないで、やっぱとりあえず会社に電話してきた。会社に電話してきた。会社に。保険じゃなくて。保険じゃなくって。まあ、とりあえず会社にどうしましょうかって、こうパニックって電話してきた。でも、まずはあれだよね。警察電話して。ね、自己証明も取らなきゃいけない。取って、それで保険会社でね。そうですね。そういうもんですね。あんまり怪談話で保険会社登場しないでしょ。一気に冷めちゃうから。なぜなら。
ごめんなさい。ごめんなさい。出ます。で、いや、下手くそ。え出ますよね。で、もう、はい。まもなくですか、まもなく出ます。いや、ま、そうですね。で、こう、どうしました、どうしました。すみません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 。はい。すみません。なんで俺の話取ったんですか、急に。え、俺の話ですよね。なんか自然にこう、自然な流れで今、有吉さんがなんか俺の話してるんですよ。スライドしてたね、今ね。なんか、シンクロしたんやな。すいません。すいません。すいません。このすいませんはすいませんです。あの、話じゃないすいませんです。はい。で、俺もうね、結婚したばっかりで、ガキもいるんですよ。どうしましょう。もうかなりもうね、テンパっちゃってるんで、かわいそうだと思って言ってあげたんですよ。新人ドライバーさん。大丈夫、田中さん。なんて言ったの？だから今から言いますから。言ったんですよって言ったら。ここ大事なとこなんだけど。リアクション取れって言ったりね。なんか、そうね、確かに。ノーリアクション嫌だって言ったら。全く、そう、いい感じ。あ、そう、いい感じのやつお願いします。なんて言ったはい、すみません。なんて言ったかですね。いや、安心して。安心してください。もう、とりあえず落ち着いて。ね。奥さんも。履いてますよ。安心して。履いてた？履いてました。履いてます。履いてました。もう安村さん絶対登場しないでしょ、ここで。嘘でしょ早く俺早く行きたいんだよ、だから。早く教えよう、時間もないから。あ、すいません、すいません。ごめんなさい。このすいませんは、そのすいませんじゃないです。だからもう、あれです。あ、だからもう、ちゃんとね、落ち着いて、ね、奥さんも、お子さんも、ちゃんと、ね、元気に暮らしてますから、安心して、成仏してください。言った瞬間に、その電話が、プツ、プー、うん。実はこの田中さんというドライバーさん、うん、5年前に事故で亡くなってしまっていたドライバーさんなんですが、未だにこうやって年に数回残した奥さんと子供のことが心配になってこういう電話をしてくることがある、うん、だからこういう時にはちゃんと優しく対応するんだよ、これがこのタクシー会社に伝わっている、まあ、申し送り事項なんです。誰のいたずらなの、それは結局。いたずらじゃないでしょ。いたずらと思って聞いてたんですか。そのいたずらを仕掛けてるのが安村さん。知らない、わかんない。安村さん、これもう絶対違う。ラジオネーム黒ひすし、怖い FM くんま、島田さん、はい、そのタクシー会社、うん、今求人募集してますか。そこで働こうとしてんの。そういう目線でこの話聞いたんですか。働きてえな、働きやすそうな職場だな、じゃない。一人減ったから。アナナシカラシレン、福島 FM、先ほどの話に出てきたタクシーですが、ID での支払いは可能でした。そこ気にならないと思うんだけどな。なんでそのタクシー会社利用しようとしてるの、みんな。やってないんですよってとこありますけど。弟子の正彦、島田さん、ラーメン二郎系の怖い話ないです。ないよね。ちょっと重い。マシマシだったんですよ。全然怖くないでしょ、別に。お化けが。お化けが。お化けがマシマシ。なんか大体なんかね、恨みとか、うん、そうっすね、そんな話ばっかりで、なんかバーッとお化け出ない、なんかお化け100匹100鬼夜行してたみたいな。そんなもうだから全部出てきたらもう怖いとかじゃないじゃないですか。今とかみたいな、実は怖いね、人間かなと思ったらそこがお化けだった、うわそうだったんだみたいな。ちゃんとお化け出たでしょ今。でもちょっと電話だとさ、いたずらの可能性高いよね。ああ、まあそうですね、本当にお化けだと、ね、はい、ちょっとやっぱり出てほしいですか、で、お化け出るやつ。いつまでやってんの、これ。すみません、本当そうですよ。いい加減して、はい。なんかな、じゃあ、いいよ、なんか、怖い話、いいよ、お化け出なくていいよ、じゃあ。いいっすか、怖い話でいいっすか。うん、はい。あ、じゃあちょっとね、僕、今、YouTube で、うん、怪談話をやらせていただいてるんですけども、あ、そうなの？そこでちょっと起こった不思議なことを話してもいいですか。おい、どうぞ。ありがとうございます。まあ、YouTube ですね、島田秀平のお階段巡りというチャンネルで、今やらせていただいてるんですけども。いちいち突っかかってくるなよ。この口の悪いおじさんだと思ってやってくれよ、さっと。いや、階段って結構自分のテンションも大事だから、その前になんかつまんないとかチャンネルのこと言われたら、一回テンション下がっちゃうから、一回こっち作ってるんですよ。分かった、はい、ごめんごめん。まあ、その島田秀平のお階段巡りというね、うん、まあ、チャンネルなんですけども、
怖い話ね、いつもこう、スタジオで撮ってたんですけど、うん、最近このね、自粛の、まあ、影響もあって、自宅で撮ろうと思ったんですけど、やっぱうち、子供もいるし、あの、ワンちゃんも飼ってたりして。呪われた。絶対、犬の言葉悪く言うんだよ、絶対。犬のすっごい可愛がってるんですけど、フレンチブルドッグ飼ってる。呪われたワンちゃん。呪われてないんです。めちゃくちゃ可愛がってるんで。フレンチブルドッグは飛行機に乗れないんです。ちょっとね、あの、鼻が短いんでね。心臓が負担が。ちょっとそうなんです。ちょっとね、体がっていうね。私もフレンチブルドッグ実は昔飼ってたんです。お、そうなんですか。12年生きて亡くなったんです。なんか本当にそれは切ない別れでしたよね。やっぱりね、ワンちゃんとの別れってすごく切ないから、はい、有吉さんそこを乗り越えて見せずに頑張ってらっしゃったんですね。そうなんですよ。あ、もうさすが、どうぞ。もっと好きになっちゃった。どうぞ。すいません。あ、そう、家でね、やっぱワンちゃんもいるし、赤ちゃんもいるから、やっぱその前で替え玉話って話しづらいじゃないですか。ああ、そうかな。はい。なんかやっぱね、やっぱ赤ちゃんの前で人貸しの話とかしたくないんで。ああ、ああ、ああ。なんでその期間中は、うん、今もそうなんですけど、あの、1階の駐車場の車の中で深夜撮ってるんですよ。ああ、ああ。iPhone こう立てて三脚で、うんうん。で、まあ、やってたら意外にも、あの、その暗い感じが逆にいいですよとか、あとこう密室でね、声が聞こえやすいなんてコメントあって、うんうん、よかったなと思ってたんですよ。うんうん、そしたらね、意外とコメント欄に、うん、島田の後ろ側になんか映ってませんとか、うん、なんかいそうで怖いんすけど、みたいな、うんうんうん。なんか怖い話するとね、霊が集まってくるって言いますけど、あれ車やばいのかなみたいな。言うんだ、そういう風に。なんかそういう話が聞くんですよ。霊が集まってくる。これ、なんか音聞こえてるんですけど、これ何の音？あ、なんだ、曲？あ、曲行かないといけないんですよ。そう、はい。すっごい明るい。で、Make you happy。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Stay Night Dreamer. もう帰ってよ。いや、ちょっとお願いします。ラジオネーム東北自動車道 FM 三重。島田さん、はい、飼ってる犬の名前は何ですか？そこなのかな、気になってんの。ブランって言います。はい。ラジオネーム、カンパシ太郎。はい、ケルベロスペリスが暴走した時の話なんですけどね。え、どういうこと？いつもは3匹ともおとなしいんですが、ある日真ん中のケルベロスペニスを触っていると、左右のケルベロスペニスが急に勃起して射精したんです。今までこんなことはなかったので怖くなって。今までってずっとねえだろう。左右のケルベロスペニスを切り落とすと、うんうん、切り落とされた左右のケルベロスペニスは自我を持ち動き始め、徐々に大きくなっていき、はい、気づけば、うん、二つのケルベロスペニスは融合し、うん、大蛇ペニスとなり、はい、俺を襲ってきたのです、うんうん、俺は必死に逃げたが結局丸飲みされました。結構長くないですか、この目。その時です、はい、目が覚めました。夢だって。何なんだ、夢か。ああ、よかったよかった、はい、と思いケルベルスペニスを見てみると、うんはい、なんと、うん、ヤマタのオロチペニスになっていたのです、うん、まずそのケルベロスペニスが何か分かんでねえから当たり前のように言ってるけど、もうどうやってからそのケルベロスペニスとかなんかもう普通に、ね、ご存知みたいな感じで、ね、それがなんかどんどん発展して最後なんかヤマタのオロチペニスとかなっても、ね、入り口、はい、こっち下手今度ね、はい、ちゃんと作ってきて。なんかごまかさずに、いや、ごまかす聞いた話ですとかさ、はい、なんか無理やりお化け見えたんですとか嘘ばっかり、中途半端な嘘言うぐらいだったらさ、しっかり怖い話作ってきてよ。今ね、ネットフリックスで、はい、昨日、おととい、まあちょっと先週ぐらいから、呪怨やって始まりました。そうですね。そうらしいですね。しっかり見て、ええ、すごいからやっぱり。ジャパニーズホラーって、ええ、まず見ます絶対、はい、しっかり見て、はい、勉強して怖い話ちゃんと作ってきて。
俺何言われてんすか今。真っ白な目で。なんか、わ、もうこの人ほんとずるいのがなんか、俺もう危ないんすよ今、うん、わかりましたって。もうあと一歩で言ってたんですよ。言いかけた。はい。それが、この番組のため、有吉さんが喜んでくれたら俺いいかもしんないとか思っちゃってんすけど、これダメですよね。うん、そうですね。ダメです。ラジオネーム新潟生まれ。はい。はい、島田さんの YouTube で熊田曜子さんがゲスト出演した回だけ異常に低評価の数が多かったのですが、これは怪奇現象です。怪奇現象です。これ僕がちょっと申し訳なくって、あの、熊田さん急遽こう出てくださったんですよ。番組終わった後に、うん、あの、熊田さんもやられてるみたいで。うん、で、手相占ってもらいたいみたいなことで、あっちに出た後に、うん、じゃあこっちもよかったらどうですかって言ったら、うんうん、あ、私でもあんまないけど、じゃあもしよかったら、みたいなこと出てくれたんですけど、やっぱ持ってないから、怖い話を。はい、有名な話をたくさんしてくれちゃって、うん、で、みんなこれ知ってるよってなっちゃったんで、うんうん、なんか僕がその辺うまくね、チャンネルのことも説明せずに出ていただけちゃったので、ちょっと申し訳なかったなという。うん、怖い。いや怖かったです、あれは。本当に、ちょっと。熊田曜子は、いたんですか熊田曜子、いたんですかいなかったかもしれない。帰ってよ、早く。ちょっと、ごめんなさい。まだ俺、何の爪痕も今日残してないんですよ。何よ。いや、もう申し訳なくって。しっかり考えてきてよ。サボりすぎなのよ。考えるってことじゃないと思う。人を怖がらせようっていう思いが足りない、サービス精神が。全然怖くない。最後、なんか、だったんですかねじゃないんだよ。うわーって終わらしてくれよ。ゾンビ出たり、しっかりお化け出せよ、お前。足りないのサービス精神が。いや、だからそのサービス精神は、どうせインチキなんだからな。どうせだって取材とかで探してくるから、怖がらせてこいよ、本当に。だからちょっと、だからその、なかなかね、その、がっつり出る階段ってないんですよ。いや、だからそれが古いのよ。はい、なんかさ、本当だと思わせたい。嘘つきのくせにさ、本当だと思わせたがりすぎなんだ、お前ら、インチキが。ほな、お前、ジャパニーズホラーの全然映画の方が怖いわ。いや、それ映画映画って怖いだろ、だって。作り話だって分かってて怖いだろ。怖いあれだよ、あれいう努力しろよ、怪談師は。いつまでぼんやりした話ばっかりしてんだよ、クソ野郎どもが。急に。しっかりやれよ急にどうしたんですか急に変なスイッチ入っちゃって。えいやいや、だからまあ。物分かりが悪いからだろ、お前らが。いや、だからちょっとおかしくないですか？やっぱ聞いてる人もやっぱり実話だっていうところに関しての、こうね、やっぱこう。だからそういう嘘をもうやめろって、だから、その、実話なんですよ、なんていいんだよ。もう、ドンと入りゃいいんだよ。これは本当にあった話なんですとか、聞いた話なんです、ある地方のとかじゃね、ドンと入るよ。キャー急な叫び声がしたんですって、さっと入ってくれよ。いきなりです。いきなりそこ来ます。お化けがドン。いや、そんなね。そういう怪談話していかないとね、もう次の時代に取り残されますよ、そんな怪談話たちは。墓場行きですよ、そいつら、まさに。上手なこと言いましたね。違う。なんでかってね、お化けがドンここにね、いたんですお化けですみたいなこと言うのが怖くないから、うん、多分みんなやってないんです。うん。いや、だからそれをちゃんと追求しなきゃ、ね、音使ったりとか、はい、それはプロジェクションマッピング使ったりとか、うん、いろんなことをやって、やっぱりダメよ、そんな。え？何か。生ぬるい。空気が。は？怖いじゃないですか、十分。ダメなのよ、そんなんじゃ。上手じゃないですか、だったんですかねじゃないよ。それはあるよね。だったんですかねはよくあるね。ね。安定なかなかだってしづらいじゃないですか。お母さんぼんやりしてるな。しっかりやって。どうします？作ります？うん、しっかり作ってきて。これ僕の一番自信作です。って言って。で、作りましたっていうわけですよね。うん、作りましたでも怖がらせないとダメよ。聞いた話なんですけどね、じゃね。いや、それ作り話だからって。それ、じゃあ作ってきたやつを披露させて。もちろんだから。まあ、前の手上がりみたいな感じで電話でもいいですから。電話でもいいよ、じゃあ。電話にしよう。なんか、会いたくないですか？いや、話が早いから。スタジオ来たらこいつみたいな。長いからスタジオ来るとお前。だって手応えないでも帰れないもん、これじゃ。手応えってなんだよ、だから。いや、だからもう、すげえ楽しみにしてたんですよ、今日。頑張るぞ、爪痕残すぞって、もうここ大事なんで。やっぱり。ダメなのよ、だから。そら、
今日、そういう、まあ、お金払ってね、怖がりたいっていう人だったらそれで怖がってくれるけどさ、俺らみたいなもうフリーの立場で、それじゃ怖がりませんよ、うん、ちょっとやっぱり。そういう人でも怖がるやつを作るっていう、そう、うん、それを聞いてもらうっていう。お願いします。うん、もう口からチーボーっと出たりさ、途中で。で電話、じゃあ来ますよ、スタジオ。電話でそれやったら伝わらないですよね。いやそうだけど。じゃあスタジオ来ますよ。それぐらい怖がらせてよ、ちょっと。ね、お願いしますよ。やりますよ、ね。子供怖がんないでしょう。あの、さっきの、あれ、崖の上に、女の子がいた。身投げしたらしいんですよ。ああ、何言ってんだよ、バカ死ねよそんなやついないと思いますけどね。しっかり怖がらせてよ。ちゃんと教育されてますそいつ。大丈夫親のしつけ。そんな階段聞いた後しないよ。親のしつけ気にするなよ。占いで階段だやってる人間が。お前子供大丈夫かお前のところ。言ってもいいから育てろよ。育ててますよちゃんと。嘘つくなっていうな。そうですね。嘘はついちゃダメだぞって育てるよ。俺みたいに言ってね。俺みたいになんだよって言いますよ本当に。じゃあ嘘ついてた。めちゃめちゃ今胸痛いですけど。そうでしょ。俺何言ってんだろうもう。嘘ついてたんだってなっちゃいますか今。気をつけてね。子供の手相どうなんですか。これがまたね日に日に変わってくるんですよ。当たり前だろ。成長期なんだから。何あの、そのすげえ正論で全部こうバシ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 答えちゃうやつ。何なんすかあの人のその才能。じゃあそろそろ、はい、お帰りください。ここで、ええ、ゲスト。もうゲスト帰ってください。もう、うん、コーナーやんないといけないですから。それはそうですね。うん、そうですね。この番組のクオリティ下げちゃいけませんから。そうなんです。はい。ありがとう。ありがとうございました。お疲れ様です。しっかりやってよ。はい。全然怖くなかったよ。ちょっと本当に、ちょっと、ちゃんと作ってきますんで。すいませんでした。ちょっとこの、やりとりも、ちょっと時間もったいないんで、ちょっとすぐ行きます。しっかり作って。はい、わかりました。イヤホン外して。はい。イヤホン盗んで帰ろうとしてんじゃないですか。そういうところあるよ。だから お化けと間違えたりするんだよ。ぼんやりしてんだよ。ぼんやり生きてんだよ、お前。はっはっはっスネイナイトドリーマーライブオンエアSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer. いやー、しっかり怖くなかったね。なんか、ね、なんでしょうね、本当に。13本のこれタイトルあんだよ。一、ね、YouTube の撮影にて。はい、メガネ橋。はい、3、タクシー。はい、4、1万円おばあちゃん、はい、5番テトラポット、はい、6番疲労のバー、はい、7番百物語、うん、8怪談ライブでの異変、うん、9霊感の質問、うん、10サービスエリア、うん、11やり逃げされた AD、うん、12衝撃ストーカー事件、13死後のポイントだって、うん、引きがないよね見ようと思わないもんね、これ、ね。YouTube にこれあっても、やっぱり。ショートコントのタイトルみたいな感じですね。ゾンビ大爆発とかさ。見たいよね、やっぱそれ。あでもまあまあ確かにね。大爆発ね、みたいな。ね、まあ確かにね、はい。安田さんどうぞ。安田さん作り話じゃない。安田さん作るじゃない。作り話ですね。作り話。もうちょっと出た方がいいでしょ、お化け。そうですね。多分、あとなんか、最後の時にうわっとこう、あった方がいいかなって気がしますけど。後ろだよ！あ、そうそうそう、そっち、そうです、そうです。ね。そうなると、おうってなるじゃん。ああ、やっぱりな。うん。なったのかもしれませんっていうなると。そうやな。うん。もうちょっとだから、しっかり作らせよう、芝田には。作らせようね。うん。ラジオネーム、稲葉の白うなぎ、はい、FM サイン。あ、有吉さんのトイレの怖い話聞いたらいけなくなりました。とりあえずビールの缶に入れ、ティッシュ詰めます。ビールションベアね、ビールの缶にティッシュ詰めるって。あとはね、まあそんなんかな、だから帰らしちゃったんだけど。いや、僕が知ってる範囲ではあれですよね、ゲストが途中で帰るとは初めてですよね。一応切りのいいとこでね、1時間なら1時間とか、まあそうだね、2時間なら2時間とかっていう感じで、うんうん、いやだって怖くないからね、あーはーはー、ちょっと、うん、お化け見たって言っちゃったからね。まあまあ、そうっすね。お化け見たって言っちゃったら終わりでしょう。お化け見ちゃったらもう嘘じゃん。
まあ、で、あとまあ、見たんなら霊感もないと。そうだね。霊感すごい強いんですよって言ってくれりゃ、まあ、そんなもんかって言ってやってもいいんだけどさ。霊感はない。霊感はない。お化けは見る。だとね、なんかちょっと難しいですね。聞いてるのも、うん、なんか、自殺した人にも失礼だよね、本当にね。なんか、そこに思いが、みたいなね。そこには思いないでしょ、だって。もっと辛い目にあったところに思いはあるでしょ。ね、そこはもう覚悟して、もうなんなら爽快感みたいなもんでしょ、思い切ってね、ふっと言ったわけだから、そこに強い念なんて残らないと思いますよ。失礼な話だよ、本当に。世の中どんだけそんな事故現場あるんだって話でね。あ、そうですね、確かに。そこにお化け出るのかってね、事故にあった人は失礼だよね。お化けなんてなりませんけど、私って言うよ。は？お化けなんかに私なりませんよ。バカにしないでください。燃やされてんですから、私。なりますよね。なんだよ、しろ。帰るよ。さっさと、お前。スタジオの外から。なんだよ。スタジオの外からジタバタ入ってきちゃって。入ってきちゃったよ。ダメだよ。入ってきちゃった。入ってきちゃった。すげえ言われてたと思った。帰んなよ。いやいや、いなくなった瞬間、俺聞いてますから、ずっと。帰んなよ、だよ、そんなの。いや、もう帰ったのかなと思って。そうだよ。すげえ言うなと思って。いや、お化けがだって、見えたって言っちゃ終わりだねっていう話してたの、だから。だとしても、本当に俺今、びっくりしました、そこで今。見えちゃったらもう、それ病気だから。病気、うん、病気だからね。病気の話の、病気の人の話聞いてらんないのよ、真面目には。それは先に病院行ってもらわないと。だからさっき言いましたよね、階段で病院はダメですから。階段の人は病院行っちゃダメなんです。はい。霊媒師のとこ行くんです。俺、ビッグ、初めてですよ。もう一回帰った後、ディレクターさんに出ていいですか？これもう無理ですわ。ちょっと俺、出ないと思うみたいな。ひどいね、これはだって。ひどいんだもんだって。怖くないから。すみません、ちょっと本当に。まあ、だから、さっき言いました。ちゃんと作ってきます。作ってきますって言っちゃったもん。作ってきますけどね。もう落ちちゃった。作ってよ。ラジオにペチャウさ、うん、怪談話中、舞台で、頭が真っ白になって、セリフが出てこないときは、やっぱり霊の仕業だとか言うんですか？霊の仕業でしょうね。霊障ってやつですよね。ラジオネームすぎすぎ。はい。なんでまた島田に質問してんのかっていう話だからおかしいからね。まあ一回ね、もう、そうですね。お疲れ様でしたってやってますからね。この世に恨みや未練を残して死んだアナルが悪霊になってしまうことあるんでしょうか？成仏させる方法はあるんでしょうか？この番組アナル好きすぎません？前回なんかさ、急になんか手相のシワの次はなんかアナルのシワ占いだっつって、なんか安田さんのケツのシワ見せかせられて。なんかそれは覚えてますね。あの後ずーっとなんか街行く人にお前ちゃんとケツのシワ統計取ってんのかって言われて。何なんですかあれ。取ってないだろ？取ってないですよ別に。なんで取らないんだよ。汚いですもんだって俺。取らないからね。だから統計学だって偉そうに言うわけには取ってねえのに。アナル見てええって言ってるだけだよ。ケツのシワなかなか見づらいでしょ。だってそれで統計取れないですよね。アナルは悪霊になることないの？悪霊なんないでしょうね。わかんないでしょでも。だってアナルにだって感情あります？やっぱり感情がないと。いやだってそっちじゃん言ってんの、霊魂とかさ。いや、まあ、アナルに魂宿ります？そっちの都合ばっかり。アナルに感情ありますだってありますよ。急にアナルの霊とか出てこないで見たことないでしょ。ありますアナルに感情は。なんで知ってんすか。私見たことありますから。アナルの感情、アナルの感情、アナルとおしゃべりしたことありますよ。いやもうお前が病院行けよ。だってお前らの言ってるのはそういうことだから一緒にそうなってますよ。俺何アナルに感情があって、うちの猫ちゃんしゃべるんです。おーおはようって言ってるでしょ。一緒だよ。一緒じゃねえよそれ。だからなんでアナルの感情でアナルが喋ったと一緒になってるんですか。ラジオネームサイレント失格。おいしまだお前の階段な、なんか全然怖くねえんだよ、うん、俺たちはもっと怖いもの知ってるからな。そうゾンビだよ。だから下手くそなんですよ。だからそこで大声出すの違う。このくだりに関しては俺もあんまり好きじゃないんで。このくだりは俺も賛成だ。結構でもお気に入りでしょ。なんかこうゾンビのパーティーに行った時の話なんですけど。下手。もういきなりピーク持ちちゃダメなんだよそこで。違う、徐々に徐々にゾンビ。ゾンビは徐々に、これも絶対最初からゾンビはダメなんだよ。お前の話の方式だとさ、それは実は
ゾンビのパーティーだったんですよ。怖いじゃないですか。ダメなんだ、それじゃあ。見る人がもう見ないから、その見てくれない、その前、そこまで。いや、その、ゾンビのパーティーの話なんですけどね。いきなりサビから入っちゃった、もう。あの曲はいいですよ。いきなりこうサビから入っても。でも逆に聞いたことはないですね。そういう階段ってね。そうでしょ。ああ、そうだね。怖くないからです別に。私の喋るアナルのお話なんです。いやもうどうかしてんじゃないですか。どうかしてんそいつめちゃめちゃ怖いじゃないですか。ああもうすいませんもう。Day Night Dreamer Live on air。結局だからいたよ。1時間で帰る予定がもう2時間だからね、俺。働き方改革間違ってるよ、本当に。手応えないんですもん、だって、本当に。帰れないですよ、あんなんで。ケルヒャーって送っていいの本当に。送れる送料がない？送料がないんじゃない？いや、僕出します、僕出します。僕が出します。せめてそれぐらいさせてください。関係ないよ。じゃあ、シドジェットキルあげよう、じゃあ。おめでとうございます。あの家買ったみたいなんで。ああ、おめでとうございます。新築祝いで。はい。じゃあ、シドジェットキルさん。ケルヒャーさんからケルヒャー送っておきますんで、安田からのケルヒャー、安田さんね、安田から、安田さんね。あとはラジオネームサイレント失格、ゲッターズ飯田の弟子です。お、いいですね、島田の首を持って帰れば幸せにしてあげるよと師匠が言っていたので、今 JFN の前で待機してます。もう島田さん、僕の幸せのために死んでください。もう怖え。これ島田が殺されたら俺結構ね、鉄板の怖い話持ってることになるんで、うん、島田殺されたんですよ、首跳ねられてめちゃめちゃ血出てああいう時ってギャーとか出ないんですね。てって死んじゃいました、島田。なんかその面白トークのテンションやめましょうか。なんかこの前こんなことありましてみたいな、そのなんか普通の小粋なオープニングトークみたいな感じで話してます。これもだからもしかしたら新しい怪談かもしれない、うん、なんで俺死んでんじゃないですか。もう半くらいじゃないですか。好き炊きがちな玄米 FM 栃木、サービスエリアのおすすめグルメの話なら聞きたいですね。昼なんです見ろよそれは。俺に求めんなよそれ、全く知らないんだから。そっちの方が向いてんじゃない。サービスグルメ知らないっすね。知らないの。はい。いやだってネットで調べて話すだけなら今とやってること変わんない。ネットやめません、本当に。ネットじゃないですから。渡部さんもいない今、ほら飯のことやってもいいしさ、甲子園の話もできるしさ、いろいろあるだろう。もうしょうもないじゃん。嫌だろう、なんか恥ずかしいだろう。そんな嘘なんか嫌だ、嫌にならない、自分途中嘘ばっかりやってて、占いだ怪談の嘘ばっかりやってて。有吉さん、うん、落ちそうです今思う。有吉さん、有吉さん、うちダメだよ。言ってるでしょ、俺有吉チルドレンだって言った。はっきり言いますよ、有吉さんの弟子はみちょぱと島田秀平ですからね。有吉一門でいますから僕ら。有吉一門な、はい、でもちょっとみちょぱもな、あの占いの番組出てるからやっぱね、やっぱ俺の弟子たちはやっぱすぐああいうインチキ話にダークサイドに落ちちゃうんだよ。落ちちゃうんだ。あれがダークサイドだ、ほんと。いい加減にしろよ、ほんとに。師匠さん、お師匠さん、お願いしますよ。ということで、またお会いしましょう。お相手、有吉と、レンジャラス安田と、島田秀平でした。ありがとうございました。また来週。カウンセラー。